柳原ふれあい鉱山公園に保存されている車両群吉ヶ原駅は岡山県久米郡柳原町吉ヶ原に位置していた童和工業型紙鉄道の駅である三角屋根の木造の駅舎を持つ有人駅だったが最晩年は駅員配置は朝夕のみる昼は無人駅となっていた二面三線の相対式ホームを持つほか貨物ホームや詰め所、操車場があった 当駅から中鉄バスの路線バスが津山駅との間を結んでいて、同鉄道の路線図にもこの路線が掲載されていた。2020年3月現在も中鉄北部バスによって運行は続けられている。平日の往復、土日祝日4往復駅舎より片上型の線路はすべて撤去されていたが、一部配線を変更して復元され柳原ふれあい鉱山公園の 一施設となっており、展示運転の駅舎として、現役で使用されている。駅構内には、経営12両が展示、保存され、このうち胴体保存されている重量のいずれかが、片上鉄道保存会によって、毎月第1日曜日に、約300メートルの区間で、展示運転を行っている。構内では、旧、国鉄キハレ七型機動車である、キハ702などを使用して、 映画撮影やドラマの収録が行われたこともある。歴史的な車両を多数動態保存していることから、2015年7月、Google ストリートビューギャラリーの収録が行われた。その後ウェブ上に公開され、車内や構内の閲覧が可能になっている。2014年11月2日、旧柳原駅側に約130メートルの線路が復元され、折り返し地点に、 幸福柳原駅が設置されたストリートビュー幸福柳原駅開業日の記録型紙鉄道保存会ありがとうございます